2000年の大阪近鉄バファローズでは、2000年の大阪近鉄バファローズにおける動向をまとめる。この年の大阪近鉄バファローズは、梨しが正隆監督の1年目のシーズンである。佐々木京介前監督の辞任を受けて、梨田新監督が就任した、このシーズン、チームは再開脱出のため主力投手の佐野茂樹や、小池秀郎を中日へ放出して、門倉剣を獲得。また、 阪神を自由契約になった山村博樹を獲得するなど、投手陣強化を図った。梨田監督は、打撃陣の手こい入れとして、阪神 OB の眉美秋信を打撃コーチに招聘し、広島 OB の正代構造も打撃コーチに迎えるなど首脳陣を一新。梨田監督は、小林茂投手コーチと、眉美打撃コーチと、男前トリオを結成して、チームのイメージアップを図った。 しかし、角倉や山村などの新戦力投入も虚しく4月を超位で終了。5月以降は、まずまずの成績を残し、再開脱出が期待されたが、夏場の2ヶ月で負け越すと再開が確定的となった。力及ばず梨田監督の1年目は2年、連続再開で終了したが、長く二軍生活だった前川勝彦がローテーションに入り、山村が、 初のオールスターゲーム出場を果たすなど若手が対等。打撃陣ではこの年も中村のりやタフィローズが打ちまくり、チーム事情から保守に転向した磯部光一が規定打席未満ながらも3割を打つなど近鉄の看板で歩いて前打線は健在で、彼らの活躍が翌年のリーグ優勝につながった。中村のりが月間 MVP。 網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。